こんにちは、星読みカウンセラーのあゆかです。今日は一人です。かえちゃんと一緒の YouTube があるので、私は YouTube をやるつもりはなかったんですけれども、どうしても今すごく大事な時だし、なんだろうな、私のサソリ座の愛のエネルギーを伝えるために、やっぱり YouTube っていうか、こう動画の方が、 YouTube をやりたいわけではなくて、動画っていうものが一番やっぱりエネルギーが伝わるんだよね。喋ってるだけよりも、書いてるだけよりも、やっぱり見て喋ってエネルギーを伝えるっていうことをした方がいいなっていうふうに思うことが何個もあって、点と点が線につながって、これをやることにしましたので、よろしくお願いします。一人で上手に喋れないと思うし、伝えたいことは毎日違うと思うけれども、一人でも元気になってもらえたら嬉しいなと思います。私は今年45歳なのね。で、45歳って木星期に入るの。45歳から55歳が木星期なんだけど、私の木星は8ハウスでお羊座なのね。だからすごくこうパワフルな火のエネルギーがすごく溢れてくる。それを自分の中でも感じてるし、8ハウスっていうのはサソリ座の部屋でもあるから、やっぱりみんなの気持ちの部分だよね。その深層心理だったりとか、心の深い部分、闇も含めて深い部分だったりとかにどうしてもヒットしてしまう、だから結構言葉もきつくなってくるし、本当はそこじゃないよねっていうところにどうしてもこう、気づいちゃうんだよね、勝手にね。だからクライアントさんとかをすごくこう、責めるっていうか、セッション受けてくれた方ならわかると思うけど、すごい愛のむちをいっぱい打っちゃうんだよね。だから、こう嫌いな人は嫌いだと思うし、別にそれは 全員に好かれようと思ってやってるわけじゃないのね。で、どうしてその YouTube を始めようかっていうか、この動画を撮ることを始めようかと思ったかっていうとね、何回も何回もセッションを受けてくれる人とか、何回も講座に通ってくれてる人で、何回も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 私が、それここがいいところだよ、あなたのここがいいところだよとか、あなたのここ悪い癖だよとか、悪い癖っていうか癖なの、ただの癖なの、あなたが悪いんじゃないの、ただの癖なの、癖出ちゃったねとか、そういうことを何回も何回も言ってきた子たちっていうのはすごくいい風になってて、もう信じられないぐらい元気になってるし、すごいプラスのエネルギーとポジティブなエネルギーと愛のエネルギーが溢れてきて、どん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 外側にそのエネルギーをこう循環してくれてるっていうことに気づいたんだよね。だから、回数なんだと思ったので、ね、じゃあ継続セッションを申し込んでとかっていうことも嫌だから、オンラインサロンを作って、オンラインサロンのメンバーをとにかく、なんていうのかな、こう元気にって思ってたんだけど、やっぱり今日とかもオンラインサロンじゃない人のセッションとかをしててね、気づいたことがあったので、なんかそういうことをちょっとシェアしていこうかなと思います。だから何か質問に答えていくっていうこととかはするつもりないし、基本的に私はやっぱり優先順位としてオンラインサロンのメンバーっていうものを一番自分のファミリーだと思ってるし、これは水瓶座の時代に村としてね、こうどうしても作り上げたいんだよね。だからそこにもちろん注力をするんだけど、やっぱりセッションを申し込んでくれた人がセッションを受けて、その時はいいのよ、みんなその時はいいのだけど、それを社会に戻って嫌な上司、嫌な人と接したらすぐ元に戻っちゃうの、忘れちゃうし元に戻っちゃうんだよね。その部分をよく分かってるからこそ、なんかそこに戻らないように、ポジティブなそのエネルギーっていうか、プラスのエネルギーを忘れないように、なんかそういうお友達とかそういう仲間がいないんですっていう人に向けて、私が友達になるし、私が仲間になるし、私が毎日ケツ叩くから毎日こうやって愛のむちで、それ癖出てるよとか、それ悪い癖だよとかっていう風に言うから、なんか頑張って、なんていうのかな、自分の人生の舵、ハンドルを握ってほしいなと思ってやることにしたの。だから今日私のセッションを受けてくれた人のに向けて送りたいと思います。もちろんちょっとね、今日は3人ほどやったので1人の人に絞って仮定するんだけど、でもみんなに伝わる話だと思うんだよね。その人はね、悩み癖っていうか、自分のことを悩む癖があるんだけど、私本当にこういうクライアントさんとよく接するんだけど、自分のことをすごく低く見積もって話をするの。だから私のことなんてっていうか、私の話なんてつまらないんですけどとか、取り留めもないんですけどとか、中身がないんですけどっていう枕言葉をつけたりね、その方は今日恥ずかしながらっていう枕言葉をつけたり、
すみませんとかごめんなさいとかっていう言葉が多い人、こういう人はその自分の、なんていうかな、自分をすごく過小評価してて、下から下からこうやって来るんだよね。でそれの時にさ、私はそういう時になんかねイラッとするの。でそれって、ね、あのびっくりするかもしれないけど、その人はね人を怒らせないように、怒らせないようにそういう言い方をしてるんだって。だけど逆なの、そういう言い方をすればするほど私はイラッとするんだよね。なぜならその人が持ってるパワーを使わないで、私持ってないんです、何も持ってないんです、全然何もできないんです、エネルギー弱いんですっていう風にして、見た目にだよ、見た目にすごいエネルギーがあるのに、あーないんですないんですって言うと、あるじゃんって言いたくなるんだよね。あるじゃん、力あるじゃん、なんでそれ出さないの、なんで隠してるのっていう風にして、なんかねその人間って動物と一緒だから、エネルギーを感じてエネルギーが不足してる人に対してなんかね攻撃したくなるっていう、これいじめの原理も一緒だと思うんだよね。でその時に女の人とか特にありがちなんだけど、こう隠れて、なんていうのかな、責められないように隠れてるつもりなんだけど、エネルギーが溢れちゃってるんだよねでそれで強いのに弱いふりとかしてるとすごいいじめられたり叩かれたりするんだよね。だそういう時はもっと強さを出した方がいいし、なんか弱いんだったら私弱いんですって言い切った方が、もうこんなの体が弱くてできませんみたいなこんな思いも持てませんとかって言ったらいいんだよね。それが強さだよね。なんか弱いことをアピールする強さだったりもするよね。でね、その癖なのこれ、すいませんっていう癖すごいあるのね。すいませんっていう癖をとにかくやめる。なんで謝んの、何も悪いことしてないのに、なんでいつも自分のことを謝らせちゃうのっていうこと。もちろん悪いことしたらごめんなさい、すいませんっていうことすごい大事なんだけど、何も悪いことしてないのにすいません、あごめんなさい、すいませんっていう癖のある人っていつも自分を責めてるし、自分が自分を責めてるし、自分が自分を卑下してるし、自分が自分をこう、なんだろう、こう悪く扱ってるんだよね。なんか自分をいじめてるんだよね。そういうことを本当にやめようと思ってほしいんだよね。すいってこううってこうなんていうのもすいま、あいいいいいい今癖出ちゃったとかっていう風にして自分で直す。癖って直すのすごい大変じゃない。で癖って無意識だからさ、今私手動いてるでしょ、これ癖ねでも例えばじゃあ手を止めて話しますって言ったらすごい意識するよね。手を動かしませんとかって、これが意識だよね。だからその癖を、私がこうやって手をね出して、癖は自分の中で悪い癖だと思ってないし、もしこれが例えば自分が講師とかさ、なんていうのかな、その相手に対してどういう印象を与えるかっていうことを計算してやるんだったら、もちろん計算して使わなきゃいけないけど、今は自分らしさを出してるから今はいい、私の中でいい癖ね。だけど例えばじゃあ私が鼻くそほじる癖があるとするじゃんでここで鼻くそほじったらまずいじゃん。だからあダメダメ、鼻くそほじんないようにしなきゃとかって思うよね。そのあダメ、ここで鼻くそほじったら恥ずかしいっていう、この止める感じ分かるよね。これをみんなも気をつけてほしいの。何でもありませんとか、あどうぞとか、なんかそういう風にして自分の癖が出そうになったらやめっていう風にして止めるっていうことがまず一つ。だから癖をすみませんとごめんなさいを言ってる人はそれをとにかくやめるっていうことを大事にしてほしいのね。で、その代わりにありがとうございますとか、嬉しいですとか、なんかそういう嬉しい言葉を使うっていう、これを意識をするっていうことで、私は前ね斉藤ひとりさんがありがとうを10万回かな100万回かななんか言ったら人生変わるよって言ってて、すごい自分がなんだろう苦しかったからもう騙されたつもりで、絶対だな、じゃあやってやると思ってとにかくありがとうありがとうって言ってたので、もう独り言でもありがとうありがとうありがとうって言ってたし、バス降りる時もありがとうございます、タクシー降りる時もありがとうございます、コンビニの店員にもありがとうございます、全部にありがとうを言ってたの、どこで何をあってもね。でそれを最初はすごい意識して言ってたんだけど、今もう習慣だからありがとうが多分一日何回言ってるか分かんないぐらいいっぱい言ってるので、で最後にはやっぱり自分だよね、あいちゃん今日もお疲れちゃんとかって、私ありがとうはあんま言わないけど、お疲れちゃんとかってよく言うかな、ありがとうねとか、今日も頑張ってくれてありがとうとか、今日みたいに日曜日とかでいっぱい働いた日、いっぱい仕事した日はお疲れちゃん偉かったねありがとうねって言って、こうやって寝る。とにかく私は自分のことあゆちゃんって言う、あゆちゃん偉かったねとか、あゆちゃん今日楽しかったねとか、よかったねとか、全部自分に話しかけてる。一人暮らしだから、45歳一人暮らしね、寂しいと思った寂しくないんですよね、こうやってあゆちゃんお疲れって言って寝てる。だから自分に愛を傾ける、自分に自分の言葉に全部責任を持つ、自分が言ってる言葉恥ずかしながらって、何が恥ずかしいの、
どうして自分のこと恥ずかしいと思うの？何にも恥ずかしいことない。素晴らしい人間だし、素晴らしい人だし、何も恥じることは何もないの。